現在 IDO を開催中のソル VM に関してこんな噂聞いたことはありますか？ソル VM はソラナ VM のパクリ偽物、ソル VM の将来性を揺るがしかねないこの噂の真偽を忖度なしで徹底解明していきます。また現在オクレビト生産コミュニティのオクファクトリーではソル VM に関して最新のファンダ情報、事前準備から当日の参加方法、仕込んだ後の出口戦略など IDO を通して稼いでいくまでに必要な情報を全て載せていくソル VM 完全ガイド、こちらを無料で共有していきます。同時にサポートも行っていますので、まずは概要欄から僕の公式 LINE を追加いただき、完全ガイドとメッセージを送りください。はい、どうもいつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。今回の動画ではソル VM はソラナ VM のパクリ、その真偽を徹底解明していきます。直近で情報を共有しているソラナのレイヤー2銘柄ソル VM ですが、一部の方の間で同じく直近話題になっているソラナ VM のパクリ、偽物の銘柄なんじゃないかという話が上がってるんですよね。もしそれが事実であればソル VM の将来性にも多大な悪影響が出てしまうことになります。なのでこの動画ではソル VM とソラナ VM の関係性、ソル VM はパクリなのか、IDO 最終ラウンドのおさらいなど、こうした流れでお話をしていきますので、ソル VM の正確な情報と疑惑のソラナ VM の真相を把握していくためにも、ぜひ必ず最後までご覧ください。本編に入る前にあなたにお聞きしたいんですが、僕の LINE を追加してピン止めってしてますか？してない人はぜひ今すぐやっちゃってください。なぜ急にこんなこと言うのかというと、これ自慢でも何でもなく事実としてお伝えしていくんですけど、情報公開した銘柄がその後軒並み価格を上げています。日々仮想通貨の情報を出していく中で、この1年以内で31個の新規銘柄を紹介してきたんですが、そのうち価格がついた銘柄で12個、割合で言うと4割が紹介後に価格を上げています。それら駆け足で紹介します。パック5倍、ダーム6倍、ブレッド6倍、ビーファイラボ9倍、パテックス10倍、アーティ10倍、トークンファイ15倍、セイ17倍、ティーチャット23倍、K9 32倍、スモック34倍、ウィファット98倍。はい、いかがでしょうか？やばくないですか？仮に31銘柄全てに10万円投資していたら、プラス金額が2530万円、マイナス金額が19万円、合計利益が2511万円、こうした収益結果となります。これ僕一人が情報を別に独占しているわけじゃなくて、 LINE や YouTube の動画で価格が上がる前に全て情報共有したものです。で、こちら日々いただく収益報告のごく一部ですが、こうして行動を起こした先で稼いでいただくことが実際にできています。で、何が言いたいのかというと、仮想通貨で稼ぎたい方は僕が公開する銘柄情報はぜひチェックして、可能性を感じたらまずは仕込んでみてください。投資においてどんなプロでも 100% 絶対はありませんが、実際に僕が資金を入れる上で精査し、自信がある銘柄しか情報は出しません。事実として10万円からでも最終的に2000万円以上目指せる。もし運用資金が増えれば利益も比例して爆発的に増えます。とはいえ、この情報発信、僕にとってはもはや趣味の範囲です。少し突き放した言い方をすると、その情報を見て投資をした結果、あなたが何万円稼げても、もしくは稼げなくても正直関係はありません。でも趣味の情報発信で誰かが損をしてしまったら、シンプルに気持ちよくないですし、日々一人で情報を集めて投資をしている手前、実際に LINE で稼げましたよってメッセージをもらえると、一緒に投資できてよかったと思えるんです。それに、何かに本気で取り組める人には何かをしてあげたい、そしてうまくいったなら最終的にお互いウィンウィンな投資の情報網を築きたい。なので引き続きこのチャンネルでは、僕が精査した稼げる情報を公式 LINE では個別にご相談に乗りつつ、 YouTube よりも鮮度が高い情報を最速公開していきます。仮想通貨の情報は僕自身がお金を入れる上で稼げると思ったものだけ発信していますので、本気で稼ぎたい、そんな方はチャンネルの登録と通知のオン、 LINE の追加とピン止め、この動画の高評価と意気込みをコメント、こちらしていただき情報を受け取ってください。仮想通貨で稼ぐことに本気な方は大歓迎なので、ぜひ上の3つをしていただけた方から、そのスクショを僕の公式 LINE へ送ってください。ここまでしてくださった稼ぐことに本気な方には、僕の LINE でもピン止めをして、こちらからすぐに連絡を取れるようにさせていただきます。バブル相場も目前に迫る今、本気のメンバーで稼ぎ切りましょう。
はい、それでは本編に入ります。ではまず早速ですが、ソル VM はソラナ VM のパクリ銘柄なのか、その真偽からお伝えしていきます。まず結論ですが、パクリなわけがありません。それぞれ全く関連性のない別銘柄となります。この疑惑は僕の LINE で視聴者さんからシェアいただいて初めて知ったんですが、聞いた時は何も包み隠さずに言うと本気でそれを持ってる人がいるのかとかなり衝撃的でしたね。ではなぜ全く関連性がない銘柄だとはっきり言えるのか、その根拠をお伝えしていきます。ソル VM がソラナ VM と一切関係がないと言える根拠は2つあります。まず1つ目が各銘柄の役割目的の違い、2つ目が SNS の作成タイミングですね。ではそれぞれ見ていくんですが、まずは各銘柄の目的の違いですね。これはソル VM とソラナ VM のプロジェクト内容を見ていくと一目瞭然です。ではまずはソル VM ですね。ソル VM はこれまで解説してきた通り、ソラナのレイヤー2を構築するプロジェクトですね。今最も性能が高いソラナといえども、利用ユーザーが増えている今、トランザクションの混雑による取引速度の遅延だったり、あとは手数料の高騰などイーサと同じ課題が見え始めていて、それを解決していくためにソラナのレイヤー2として機能するというのが目的ですね。では対してソラナ VM はというと、ソラナ VM はイーサチェーン上のプロジェクトをソラナチェーンに移植するためのイーサレイヤー2プロジェクトですね。どういうことかというと、このソラナ VM はイーサリアムチェーン上で構築されている既存のプロジェクトを別の規格であるソラナチェーン上に移植するということを目的としています。なのでそもそもイーサのレイヤー2かつ目的が全く違うわけですね。これでは正直名前がちょっと似ているだけの全く無関係な銘柄としか思えません。次は2つ目ですね。2つ目は SNS の作成タイミングですね。はい、でこちらそれぞれ X を見ていくとですね、まずソラナ VM アカウントが稼働したのがですね、2023年の12月、対してソル VM は2021年の11月。はい、ソル VM の方が圧倒的に早い段階で始めているのが分かりますよね。こうした根拠からそもそもパクリでも何でもなく、ただ名前が似ている銘柄に過ぎないというわけなんです。さらにこのソラナ VM 自体には各ブロックチェーンの構造などを考慮していくと重大な欠陥と言えるものも存在します。というのが、そもそもイーサチェーンのプロジェクトをソラナチェーンに移植するのはほぼ不可能であると開発者の間では有名な話があります。なぜほぼ不可能なのかというと、イーサチェーンとソラナチェーンではシステムを構築するプログラムの言語が大きく違うからなんですね。わかりやすくかなり極論で例えるなら、古代ローマのよくわからん言語を日本語対応の機械に読み込ませようとしているようなものです。なので正直その問題となっているプログラム言語の変換を可能にするようなプロジェクトが出たら、そちらに投資した方が将来性は断然高いと思っています。さらに投資家目線で見ていくと、そもそもソラナ VM がパクリ銘柄であるとも言えてしまう要素もあるんですね。というのが、ソラナ VM の目的である別規格チェーン上のプロジェクトをソラナチェーンに移植する、これをすでに目的として稼働している同じくイーサレイヤー2のプロジェクトがあるんですよね。それがエクリプスというんですが、このエクリプスはですね、2022年頃に立ち上げられ、バイナンスの元役員が CEO を務めるタビアというベンチャーキャピタルをはじめ、あらゆるベンチャーキャピタルから13億円もの出資を受けています。なのですでに同じ目的のプロジェクトが存在していたわけですね。こうして様々な角度から見ていった結果、ソル VM はパクリでも何でもなく、むしろソラナのレイヤー2構築という需要が非常に高いソル VM の方が投資先としては将来性が非常に高いと判断しました。ここまでソラナ VM について深掘りしつつお話をしていきましたが、ソラナ VM を否定したいわけでも何でもなくて、中身やプロジェクトの背景を見るとソル VM はパクリなわけがないということをお伝えしたかっただけですね。なのでホワイトペーパーなど隅々まで読めとは言いませんが、ある程度自分で情報は調べて正しく判断していくべきだと僕は思います。とはいえ、難しい横文字が多くてよくわからないとか、始めたてで知識がないなど、それが難しい状況も少なからずあるはずですよね。僕も始めたばかりの頃は1つ調べたらわからない単語が3つ出てくるといった具合で非常に苦戦した記憶があります。なのでぜひそういった時は僕に気軽にご相談ください。
僕の公式 LINE では日々僕が投資をするためにリサーチした情報のアウトプットを兼ねつつ、合間で個別にご相談にも載っていますので、もしわからないことがあれば気軽に概要欄から公式 LINE を追加してメッセージをお送りいただければ幸いです。はい、では最後に本日8月5日19時から開催されるソルブ EM の IDO 最終ラウンドの詳細をおさらいしていきます。今回ですね、最終ラウンド、まずですね、日付が2024年8月5日19時、本日の19時から2024年8月16日の20時まで。はい、次にですね、販売枠割り当てがですね、200万 USDT、日本円で約3億800万円ほどとなります。そしてトークン1枚あたりの価格が 0.018USDT、日本円で約 2.77 円となります。そして初回のロック解除額が 7%、その後1ヶ月を置き9ヶ月かけて全額解除されていきます。はい、購入通貨はですね、まずソラナチェーン、イーサチェーン、BNB チェーンの3つが使えまして、まずソラナチェーンはソラナもしくは USDC、 イーサチェーンはイーサもしくは USDT、 そして BNB チェーンは BNB もしくは BUSD、 この6種類で参加が可能となります。最低購入額は500ドル、推奨額は KOL 特典でトークンのボーナスがつく3000ドルから5000ドル以上が推奨となります。さらにですね、僕がお渡ししていく KOL 用のサイトから参加していくと、収益性がぐっと高まる KOL の特典がついてきます。 KOL 特典の詳細ですが、まず1つ目が NFT ミントの権利、2つ目が3000ドル以上の購入で購入額プラス 3% のトークンボーナス、3つ目が5000ドル以上の参加で購入額プラス 5% のトークンボーナス。この 3% から 5% のボーナスが価格が上がった際、結構バカにならない収益差となるので、ぜひ必ず特典を受け取りつつご参加いただければ幸いです。また今回パクリ銘柄といった話が出てきましたが、ソルブ EM 自体にも IDO に乗じて偽物であるスキャムサイトが確認されています。こういったサイトから参加していくと特典がつかないどころか参加資金を抜かれてしまう恐れがあるので、必ず正式なサイトからご参加いただければ幸いです。僕の LINE と Telegram、 あとは概要欄でお渡ししているサイトからご参加いただいた方は、すでにサイト内で残高の確認と特典も確認いただけているので、ぜひご自身の資金を守りつつ増やしていくためにご活用ください。今回の IDO 最終ラウンドがこのソラナレイヤー2という高い需要を持ちながらまだ先行者利益が生まれていない最新の分野、その先駆けとなる銘柄に上場前かつ最安値で参入できる最後のチャンスとなります。直近でソラナをはじめ様々な通貨の価格が下がっていますが、これはドルの下落や直近の高騰による調整など一時的な下落に過ぎないと判断しています。となるとバブル相場もここから訪れるのは変わりないので、ぜひ今後のバブル相場で有効だとなる銘柄を仕込むチャンス、無駄にせず乗っていきましょう。そのためにも KOL として僕の公式 LINE で IDO の個別サポートも行っています。事前準備、正しい参加手順、参加後の出口戦略など個別にサポートをしていきます。1から2ラウンドにかけてサポートした方々の9割はすでに参加いただけたので、正しく効率的な進め方も共有していけるかと思います。なのでぜひ頼っていただければ幸いです。また現在、送り人生産コミュニティのオクファクトリーでは、ソルブ EM に関して最新のファンド情報、事前準備から当日の参加方法、仕込んだ後の出口戦略など、稼いでいくまでに必要な情報をすべて載せていく、ソルブ EM 完全ガイド、こちらを無料で共有していきます。まずは概要欄から公式 LINE を追加いただき、完全ガイドとメッセージを送りください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とこの動画の高評価、コメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。